皆さんこんにちは。こんにちは。毎週月曜日のパズドラのレギュラー放送が8時からとなりまして、新番組となります。マックス村井たちと全力パズドラバトル、男たちがですね、熱い戦いを繰り広げるわけです。今回は真央ちゃんに立ち会い人となっていただき、マックス村井 vs リオナリの恐ろしい戦いをご覧いただきましょう。この瞬間が来てしまいましたよ。2人が戦うんだね、こう今日はね、今日はね、戦いなんてしたくなかった。いや、いつか戦う運命だったのさ。そうだったの。さあ、そんなわけで、はい、私とリオナリはどこに挑むかとか何も知らないんですけれども、そうですね、さあ真央ちゃん、なるほど、ダンジョン、はい、あとは縛りについて発表してください。そして制限時間5分もカウントしてください。あ、かしこまりました。ではですね、あ、どうしよう、じゃあちょっと難しい、あ、今画面に映っているデウスエクスマキナ降臨に挑んでいただきます。そして、あ、まあ、記憶ねえぞ。縛りはスキル使用3回目。チーム編成の時間は一応5分間計ります。用意スタート、どうぞ。終わりました。終わった、ちょっと待って、残り3分15秒ですね。結構ある。まあここは私の独り言ですけど、スキルの使用制限が3回ということで、もう私はこれとこれとこれに使うっていうのを3つ決めてモンスター選びました。デウスエクスマキナという降臨がどういう降臨だったかっていうのは記憶にございません。あ、待てよ待てよ、攻防魚いたな、攻防魚。来た来た、攻防魚いたな。思い出したよ。戦力バトルはベースとして同キャラ禁止なので、両者いっぱい戦同キャラ。そうか、はい、同キャラ禁止ルールよろしくお願いします。やっべ、はい、ちなみに村井さんのパーティーも同キャラは大丈夫ですか？同キャラ？ノープロブレム、ノープロブレム。同キャラだけよろしくお願いします。絶対負けたくないんだよな。絶対負けたくないんだよな。まあここで私が負けるようなことはもうないでしょう。もう何年もね、月曜生放送やってきてますからね。バカズが違います、はい、バカズがねえ、こちらでございます。こちらです。カイトとラドラ、負けたら再侵入な。はい、負けたらたそのタイミングで再侵入してください。デウスエクスマキナってバトル数なんだっけ？頑張ってた。いや、わかんないんだよなこれ。くそー。まずはルール的にはもう入場してからの、はい、通信とかの制限とか邪魔が入らないようにしての7バトル。7バトルか、はい、よし。なのでまず侵入ボタンを押した後、ドロップ配置が見えたタイミングから私が用意スタートかけますので、わかりました。パズルをやりましょう。まず侵入ボタンを押してください。それでは参りましょう。マックス村井 vs リオナリの対決です。用意スタート。早速使う。スキルは3回までだぞ。ここをどう抜くの？そうですよ、そうです、それです、それです。把握してなかった。嘘でっしょ。やっべえ。ここはね、あれなんですよね。いや、今のね、把握してなかったのしんどかったな。これまずいな。よし、いきます。スキル1回目発動。あれ、もうリオナリそんな先行ってんの、やべえじゃん。よし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 、落ち着いてる、リオナル落ち着いてる、来てるよ。スキルはまだ1回かな。1回使いました、はい、最初あのね、1ターン目はね、結構本気でやんなきゃね、抜きに行った。うわー、なんだなんだこいつ、死なねえぞこのやつ。リオナル、なんすかなんすか、同じところの、ちょっとランダム要素があるね。落ちてこい。あー、来ない。頼む、バギーの力見せろ、バギーの力、バギーの力、バギーお前言ってる、出せバギーの力、バギーの力、バギーの力、シュラーの力。どっ
え？私ラいること忘れてた。あ、やべ、抜かれた。バトル4、バギーはまだ使わない、使わない。4で今並んでますね。ことごとく違うキャラが。あ、やべ、持つドロップが、持つドロップ間違えた。あ、うん、ラッキーすぎましたね。あ、やべ、ラッキーすぎましたね。ファッファッファッ。あれ、こいつ勝てえな。何が起こったの。うわ、どっちもちょっと私には運がある。ここでスキル2回目使います。うわ、いいですね、ふんばりにゃ。はい、うお、どうすりゃいいんだ。やーべー、お邪魔が全部残る。最後までお邪魔が。うわ、危ねえ。何、最後までお邪魔が残る。私はスキルあと1回、スキルあと1回しか使えない。え、スキルあと1回、うん、結構使ってる。2回使った、2回使った。あ、やばい、ない、もう動かない、動かない、動け動け。パニックパニック、リオナリパニックパニック、あ、やばいやばいやばい、リオナリパニック、パニック、リオナリパニック、やばい。うお、暗闇、マジか。リオナリパニック、リオナリパニック。リオナリパニックからの暗闇、リオナリパニック、リオナリパニック。めちゃくちゃな崩し方。ちゃうねちょっと、おら、行け。はい、ハイド決めきちゃうの。ラ、ラの力を見せつけろ。おー、調子がいいぞ。リオネリ、バトル6。お、ここ厄介、ここ、もうほんとここ。ちょっと待って、来い来い来い、来た来た、引いたよ、来た。え、まだワンフラッスよね、まだワンフラッスだっすよね、これ。あ、そんなことないか。さあ、あ、ワンフラッスだ。ほっ、やばい。あー、強いんだよ、ここ強いんですよね。2回目のスキル使います。はいはい、オッケー、リオナ、ここで2回目のスキル、はい、どんどん。スキルが一番辛いかもね、これ。来い、頼む。色がない。これ僕は書きます。あ、違う、ダメだ。そうだよ、そう、書きますとか言って何やってんだよ。ふっ、ラストのスキル使います。いいんですね、ここで。ここで来い、引き来い。あ、服が来ない。頼む、闇もない、勝って。あ、やばいよ。こんだけ水落ちてきて、なんで1コンボもしねえんだよ。はっ、はい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 、はい、ラストバトル、ラストバトル。あー、やばいやばい、リオガネモーカナ、色がない、やばい、しんどい、しんどいよ、しんどいよ。やばい、負けたくない、本当に負けたくない。やだ、闇が足りない中でマックスにはどうするか。闇が全然ないぞ。くぅー、水多すぎ。回復がね、回復がね。よし、ここで使います。いいんです、3個目のスキル、はい、使います。もう3個目のスキル、はい、もうないっす、はい、3個目のスキル、3個目のスキル、3個目のスキル。必死なんだよ、本当に勝ちてんだ。お、うまい、今のこれでどうかな。ただ半減なんだよな。しかもラッキーなことにバギー、カモン、きつっ。ああ、もうスキルいらない、大丈夫、使えないし。そうね、そうね。あ、やばい、あ、うわ、やばい、持ち時間減った。指がありますね。リオナにも、ボスバトル、これで、はっ。これスキルもし発動したらさ、お手つきみたいな感じでででーんだよね。来い来い来い、勝ってー。あー、なんか、あ、残り HP がほとんど一緒、二人とも。はっ、うわー、ほぼ並んでる、今ほぼ並んでるよ。3倍、3倍でいけー。
はぁー、やめてー、結構惜しかった。あーやばい、やったぞー。何これ、やったぞボスバトル。スキルを使わない2人とも苦しい戦い。これスキル使用3回やばい。ダメだ、もうダメだ、あーもうあかん。リオダイの集中力が切れた。集中力が切れた、うん、まあ本戦だったらもう終わってるからリオダイ安心して。映ってない、もう映ってない、相手が勝ったら終わりだ。映す価値なしみたいな。映ってないのこのもう。そう、映ってない、残念だから。格付けみたいになっちゃう。負けたということで、リオナリ VS マックス村井の戦いはマックス村井の勝利でした。もうこっち映ってないよ多分。こっち映っちゃう。うわー、ひどいパズルだった、はい、ということで、このような縛りありのパーティー編成で、まあ、プレイ、ゲームプレイもね、縛りありの状態で新しい番組をやっていきたいと思います。はい、毎週月曜日の、はい、20時から、1時間遅くなります。毎週月曜日の20時から、ぜひともニコニコでお会いいたしましょう。さよなら。概要欄にリンク入れておきます。最新のね、来週の番組はね。全然もう1戦ぐらいやってく？これ、このペースだったらあと10分あればもう1日分取れるから終わるよ。マオちゃん多分10分付き合ってくれるよ。もう1回行きましょう。もう負け、このままでいられるか。1回保存だけしようか。ああ、ユミが離れた。はっ、ごめん、コンティに押しちゃった。ちょっとやめろ、リオナリ、お前、クソ、クソ、リオナリ、待てろ、待てろ。